皆さん、こんにちは。ロシアのジカテリナです。今日はサーモンのピルミーニを作りたいと思います。子供の頃、このレシピが大好きです。皆さん、ぜひ作ってみてください。サーモン 180g、みじん切り切ってください。たら 170g ぐらいもみじん切り切りましょう。玉ねぎ 130g もみじん切り切りましょう。油で玉ねぎを焼きましょう。5分ぐらい。玉ねぎと魚合わせて少し塩とコショウ、生クリーム 50ml も入れてよく混ぜてください。このまま30分置いておきます。30分の後で茹でる卵1個もみじん切り切ってください。魚に入れましょう。生汁も少し入れてください。全部混ぜましょう。簡単なピルミーニの生地も作りました。生地のレシピは私の前のピルミーニのビデオも見てください。このビデオの下にもこのビデオのリンクも入れます。生地を半分切ってピルミーニを作りましょう。水を茹でてピルミーニ5分ぐらい作ります。ピルミーニはスミターナと生汁と一緒にとても美味しいです。
スメタナのレシピも私のチャンネルで見てください。皆さん、今日はサーモンのピルミーニを作りました。最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ私のチャンネルを登録お願いいたします。パカパカー。